ゆるっとレジェンズ、略してゆるレジェン。皆さんこんばんは、ドラゴンボールレジェンズ宣伝 P のワンタッチです。本日もよろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは、プロデューサーのトシです。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、トシと一緒にレジェンズのプロデューサーをしておりますリョウです。今月もよろしくお願いいたします。というわけですね、今月はトシさんもぎっくり腰から回復されて、久しぶりの3人で、一時的ですけど、一時的なんですか。いやもう生涯かけての付き合いになると思うんで、結構慢性的になってますよね。うん、結構辛いでも、はい、もう大丈夫です。はい、よかったです。皆様ご心配おかけしました。はい、はい、ではまずですね、今月はゆるレジェのスケジュールを、見ていきたいと思います。こちらです。本日は新情報はもちろん、特殊ルールを用いた一風変わった PVP 企画もお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。では企画コーナーに移る前に、皆さんの最近のレジェンズの近況を聞ければと思いますが、直近だとね、前世から5000万円座キャンペーンが実施されていましたが、どんな形で楽しまれていましたか。個人的に結構まず、はい、そうですね、まずはベジータガシャを回して、個人的にもガシャコインのシステムぜひ皆さん利用していただいているといいなと思ってはいるんですけれども、アップデート 3.6 バージョンアップデートもあった中で、はいはいはい、皆さんも一番喜んでいただけるのではないかなと思った機能の一つが、うん、マルチ Z パワーがもう凄まじく使いやすくなっています。あとこれは結構人それぞれだと思いますし、個人的なところなんですけれども、Z アビリティをいろいろと仕分けして、はいはい、ゲーム内ですぐ見れるようになったところも、個人的にもめっちゃ嬉しいですね、はい、パーティーすごい組みやすくなってますから、コンテンツに関しましてもいろいろとレイドを通じてブロリーの Z パワーを獲得できるというようなイベント、結構風変わりな、今まではいろいろとイベントを通じてもう特定のなんて言うんでしょうね、専用のイベントの中で完結してたものが PVP や共闘を通じて獲得できるようなブロリーの形式を試させていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。量から何か、はい、僕自身楽しかったイベントとしましては、やはり週末とかにですね開催してました京都レイド、やっぱりあれが関東メダルですかね、あれを集めるとさまざまな豪華な報酬と交換できるっていうイベントになっているので、そちらのイベントやっぱりこう全部回収するために一番残りになって、僕は個人的に、がっつりプレイをさせていただいておりましたので、またこちらについても、フィードバック等々ございましたらいただけると良いかなと思っております。もしレイドまだ回ったことがないみたいな人がいたら、もうこれ回らないと、うんうん、そんなイベントなので、もうぜひぜひプレイしてください、うん、はい、はい、それではですね、今回5000万というところでしたけども、今後も6000万7000万と奥の方に楽しんでいただけるよう、うん、引き続き一度頑張っていきます。はい、では、企画コーナーに参りましょう。はい、特殊ルールで真のレジェンドの猛者を決めろ、トシ VS リョウ PVP 対決。はい、今回ですね、通常の PVP を一ひねりしまして、特殊ルールを使用した PVP 対決をトシとリョウにやってもらおうと思います。今回の特殊ルールは、今年の3月に放送されたドラゴンボールゲームスバトルアワーで使用されたルールのうち、サモンシールドで対決していただきたいと思います。というわけで、お二人の意気込みを聞ければと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、個人的にこのサモンシールドのモードっていうところは、いろいろと普段使わないキャラクターを使わされる、うん、っていうと表現良くないかもしれませんけれども、いつも間違ったバトルになりますからね。もういろんな工夫をしなきゃいけないのと、はい、それこそ運営チームの我々ですら、うん、そうか、このキャラクターこういうことできるのかってなる瞬間たくさんあるゲームモードになるかなと思ってますので、りょうさんは特殊ルールは、僕自身は特殊ルールはあまりやったことはないんですけど、まあ、最近 PVP がパンってるんで、まあ、この勢いのまま年に今回勝ちたいなと思います、ね、いわゆる特殊ルールじゃない普通の社内 PVP 最強決定戦の時はね、そうですね、ちょっといろいろありましたけど、すごいガチガチに緊張でしたからね。そうです、いろいろなんか通知が出ちゃったりとか、そうだね、レジェンドのモザイクかけてきたからね大丈夫かと思います。してください、はい、ではですね、早速参りたいと思います。両選手シミュレーターでキャラを引いていただきましょう。はい、というわけで特殊ルールシステムにやってまいりましたが、じゃあサモンシールドでこちらで、はい、じゃあ見ていただければと思います。特設サイトからまずルーム作りますね。はい、じゃあ開始。よし、1体目自分からいくよ。どうぞ。グリーンのスパーキングジレン。おー、強いな
はい、所持してます。自分がですね、エクストリームの、フリーザですね。はいはいはい。2体目自分は、グリーンの5点。はい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 。私2体目がですね、スパーキングレジェンズリミテッドのスーパーベジットです。あー、マジか。いいの引けた。結構使いどころによってはめんどくさいキャラクターだな。3体目は、レッドスパーキングイベントの、ベジータ、防寒着を着てる、はい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 、ベジータです。強いですよね、あいつも。僕3体目がですね、エクストリームのサウザーです。サウザーか。普段あまり使わないですね、僕は。はい。で次自分はスパーキングパープルの、スーパーサイジンゴッド、スーパーサイジンベジータ。おおおおおおお、1周年のキャラクターですね。はい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 。僕次のキャラクターがですね、スパーキングのベジータですね。劇場版のベジータですね。スーパーサイジンのベジータです。だいぶ分かりづらいですけど、いろんなベジータがいるので。確かに。そして自分は、お、最近登場したキャラクターですね、これ。ウーブ、スーパーウーブ。自分がですね、次が、スパーキングの、パープルのターレスですね。お、全開覚醒してます？ちょっと怪しい。あんまりしてない。ちょっと怪しいですね。はい。お、ピッコロ大魔王スパーキングイエロー。パープルですか？はい、あー、イエロー。全開覚醒してるぞ。はいはいはい。僕次がですね、エクストリームの、カリフラですね。エクストリームのカリフラか。エクストリームのカリフラです。はい。自分はようやくエクストリームがロージー、デッドのロージー。あー、ロージーか。はいはい。自分が次がスパーキングのブルーのゴジータですね。スーパーゴジータに変身する。あー、はいはい。そいつは前回覚醒してます。わあ。ただフルまでできてないです。これも。はい。スパーキング、GT のイエローのベジータ。結構色とデバフをかける。はい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 。僕が次が、またエクストリームですね。エクストリームのフリーザ。フリーザ結構出てきますね。フリーザめちゃめちゃ出ますね。そして自分は、お、スパーキンググリーンの3周年のスーパーサイジン4ゴジータ。強っ。持ってますよ、そりゃ。自分は次が、スパーキングレッドのスーパージャネンバですね。スーパージャネンバ、赤。赤のスーパージャネンバ、レッドの方ですね。ベジット、レッド、イベント。テンポよくいかないと時間がちょっと。はい。レジェンズリミテッドの、グリーンのベジータ SSGSS です、ね、マジか。はいはい。じゃあここで公開としましょうか。はい、はい、画面に映っていて、私の画面が今映ってると思うんですけれども、はい、上の画面がこちら寮の10体ですね、はい、で下の画面が、私の10体となってます。はい、はい、じゃあこれで6体選出して、ここそうですね、いきましょうか。はい、お、なるほど。はいはいはい。まあレジェンズリミテッドのキャラクターはそりゃ突っ込みますよね。そうですね。ただあのゴジータ全開してると言ったんですけど、まさかの忘れてたという。してなかったっていう。まあそこは関係なし、僕は行きますよ。どうしようかな。まあ、属性も見てですよね、ここは。そうだね。あー、ちょっと怖いキャラがいる。はい、いや、これで、これな、自分の言うのもあれですが、サモンシールド結構、はい、運の戦いでもあるんで、めちゃめちゃ運の要素強いですね、やっぱり。あのもうサイヤ人合体戦士的パーティー出来上がってましたからね、ここ。はい、じゃ あ試合開始ということでやりましょう。あっ、ちょっと、早速よし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 。まあでも属性相性的にね。あ、まあそうですね。いや、さすがにカバチェン決めてくるよな。このベジット使うの久しぶりだな。脳筋プレイになってしまってる。よし、 うま。属性がね、ちょっとウーブとは怖いんで、って言ったら属性がねってなるっていう。よし、めっちゃ待たれる。カバチェン向こうなんですよね。よし、あー、早かった。あ、そうでもなかった。
これは非常によろしくない流れですね。嘘でしょ。いやもうもうね、まず最初一人削れるだけでだいぶ有利になるんで。あ、マジで。いや、さっきから積極的に使ってるからさ。まあ落としますけど。まあ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 、まあ、あちょっともうちょっと待ってくれませんか。ちょっとさすがに、いやいや、でもね、ベジットならまだ大丈夫。頼みますよ。よし。まあまあまあ、まず1体メイアビリティは使いたかったな。回復させないと。こっからっすよね。よし、あー、これはふっだ。俺これ苦手なんだよ。あ、結構ダメージ入るな。いやえ、それ繋がりませんよって思ったらね、俺も今無意識におっしゃったんですよ。はい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 、ちょっと待って、ちょっと遅かった。あ、ちょ、なんでなんで、ちょっと遅かったかなと思ったんですけど。遅かったよ、今俺がキャラクター変えちゃったんだよ。はい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 、あ、これはやばい。ちょっと待って待って、それ結構痛いんだよ、その究極。行きましょう、これ打撃決めて。いや、あー、これは無理かな。結構このダメージ高いんだよ、こいつ。いける。勝利よ。量に勝利よ。全然硬いっすね。いや、微妙だった。あー。ちょっと待って。待って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 。待って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 、ゲゲゲゲゲゲ、あーやあれこれ、いや、ないんすよ、ないんすよ、違うんですよ、違うんです、これ、いや、これ耐えきれば、結構お互い恥ずかしいプレイしてるけど、いや、これ耐えたらありますよ、耐えたら。バリア張らないで。よし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 。普通に負けた。え、硬っ。いやだって属性やしょ。あれあれ、さっき究極使ったっけ。使いましたね。もうダメだ、俺お互い緊張しすぎてこれ。俺結構負け覚悟してたんだけど、ブーム硬っ。いや、正直勝てると思いました。いや、俺も結構あのね、っていうか、あれ究極さっき使ったんだっけ。究極使ったんすよ。そうだ、あの、そこでレジェンダリーフィニッシュ使われるって今思い込んじゃってた。ゴジータに打ってて、そうだ、そこでなくなったんですよね。で、決めきれる技がなくて、まあいけるかなと思って射撃とか打ったんですけど。いや、結構これでもね、あの、恥ずかしいプレイ俺連発したよ。遅っ。違うっていう。いやー、ちょっと自分史上一番接戦だったんですよね。これは先ほど私たちがプレイした特殊ルールはレジェンズ公式サイト上段にあるツールからプレイできます。皆さんもぜひお友達と特殊ルールで遊んでみてください。それでは次のコーナーに参りましょう。運営おすすめ9月後半イベント紹介。はい、というわけでですね、普段はレジェンズニュースで紹介することの多い直近開催予定のイベント情報ですが、8月からですね、新しい形式のイベントを実施しているっていうこともありまして、今回はこちらのコーナーで9月のイベントの詳細をご紹介できればなと思います。はい、ではですね、僕の方からこちら紹介させていただきたいと思います。お願いします。まず一つ目のイベントがこちらです。
超連戦バトルとは新しいタワーシステムのイベントとなっております。はい、すでにですね超連戦バトルの、バダクが開催されているかと思いますが、その後にですね、孫悟空とのバトルを開催予定となっております。こちらのイベントをクリアしますと、時の結晶がですね報酬として、たくさんゲットできますので、こちらのイベントぜひプレイしてみてください。続いてがこちらです。栽培マンを収穫するイベントを開催いたします。どういうことですか？詳細この後説明するので、よく聞いてもらえると良いかなと思いますが、こちらの、イベント開催に伴いまして、エクストリームのですね、栽培マン、カイワレマン、キュウコンマン、天然マン、人工マン、コピーマンが、登場いたします。でこれらのキャラクターなんですけれども、キャラクターの Z パワーを獲得できるイベントとなっているんですが、星7まで、キャラクターのですね限界突破星7までは、これ用の、獲得用のイベントを用意いたしますので、そちらのイベントをクリアすることで星7までは、限界突破をすることができます。ただですね星7以降の限界突破に関しましては、こちらで紹介させていただいております、冒険書を使って、はい、Z パワーを獲得できるというイベントになっておりますので、冒険書をですね使うことで、Z パワーを獲得し、さらなる限界突破を目指していただけるような、そんなイベントとなっております。 Z パワーを収穫するっていう、そうです、そうです、そこが栽培マンの収穫イベントとなっております。はい、レジェンズならではのならではですイベントなんですけれども、ね、冒険で Z パワーが手に入るってことですよね。冒険で手に入ります。レジェンズにおいての冒険はそれぞれキャラクターがいろんな文字通り冒険に出て、お買い物だったり、はいはいはい、物を集めてるわけなんですけれども、そのシーン想像するとちょっといろいろと面白い絵が浮かび上がるんですけれども、栽培マンを冒険に出て栽培マンを収穫しに行こうです。 Z パワーを収穫していますので、はいはい、そこでキャラクターたちを強化して強力なミニオン軍のパーティーが生まれますので、はい、ぜひ皆様ここでちょっと新しいパーティーを組み立ててPVP で頑張ってみてください。アフール軍団に続くミニオン、そうですね、また新しいパーティーが生まれるので、はい、ぜひとも彼らも非常に強力な性能となっています。はい、皆さんぜひプレイしてゲットしてみてください。はい、で今回今ねスライドでも出てますけど、はい、冒険書のイラストもそうですね、分かりやすくなるように、各栽培マンたちのキャラクターの絵を入れた冒険書のイラストにはなっているので、はいはい、今回用にこちらは、手を入れさせていただいております。この冒険書を使えば、はい、このコピーマンが写ってるやつを使えばコピーマンの Z パワーが収穫できる、はい、もう分かりやすくそれはそういう設計になっているので、栽培マンが欲しければ栽培マンのイラストが描かれている冒険書を使ってもらえると良いかなと思います。うん、なるほど。はい、というわけで以上9月運営のおすすめイベント紹介でした。皆様こんばんは、レジェンズニュースのお時間です。レジェンズにレジェンズリミテッドの新キャラクターの参戦が決定いたしました。こちらをご覧ください。レジェンズリミテッドのベジータ大猿が登場いたします。攻撃を回避されると敵の気力を減少、敵の攻撃終了後に自身の体力を回復、敵の必殺覚醒究極発動時に対して非ダメージカットが発動するなど継戦力に長けたキャラクターです。また攻撃面も充実しており、バトル開始時控えに戻った際の永続バフに加え、自身の苦手属性に対する特攻や範囲攻撃の特殊圧などアタッカーとしても十分な能力を持ちます。以上レジェンズニュースでした。はい、というわけで大猿ベジータがついに登場ということですが、レジェンズにね大猿が、大型キャラクターですね。いわゆる巨大なキャラクターなんですけれども、はい、もちろん今まで
アンケートや SNS 通じて皆様たくさんのご要望をいただいてはいたんですけれども、まあ、なかなか単純にただただもう巨大キャラクターを実装するっていうところが、まあ、難しかったところ、こういった形で今回レジェンダリーフィニッシュの演出に組み込む形で実現させていただきました。もう大猿ベジータといえばもうあのシーンというところ、まあ、といえばといいますかあそこのシーンで初めて大猿で唯一なるシーンですので、もう皆様ぜひレジェンダリーフィニッシュを決めてみてください。はい、まあ、こちらご覧いただいて、うん、伝わったかと思うんですけれど もうとにかく大迫力の演出にはなっているので、本当にこちらぜひゲットしてみて実際に使ってみていただければなと思っております。はいはい、そして PVP はね、はい、いや立ちましたけどね、はい、面白い PVP が見えた。面白かったですね負けてはしまったんですけど、特殊ルール、はい、普段使わないキャラクターを使う機会ではあるんですけれども、うん、まあ、結構がっつり合体戦士のパーティーに私はなった、ね、わけでして、スーパーウームに関しても、うん、比較的最近県の登場キャラクターですし、はい、スーパー戦士4ゴジータに至っても周年キャラクターなんですけれども、ね、まあ1周年のキャラクターに、はい、倒されましたそうですね、結構前線したんですけどちょっと押し切れずに最後足りなかったんですけど、まあ、確かにそのアビリティとかね普段使ってる感覚とは違って、いや、ハトアビリティのかかり方とか全然違うんで、うん、あれこんなに体力減るの早かったっけって、こんなダメージ出ないのとかこのサモンシールドをやることで、うん、逆にいつもの Z アビリティの重要さみたいなのがね、いや本当に改めて感じたかもしれないですね。それぞれのキャラクターもちろん個人の性能も重要ですけれども、はい、もうレジェンズはもう Z アビリティを中心にしているパーティーの、はい、対戦ではありますので、うん、逆にだからこその、まあ、こういうたまにあるごちゃごちゃパーティーも楽しかったりするわけなので、はい、ぜひ皆さんいろんな組み合わせであったりいろんなルールで試してみてください。はい、というわけで特殊ルールは特設サイトの方でプレイすることができますので、皆さんどうぞお友達とやってみてください。はい、というわけで、今回のゆるレジは以上になります。それでは皆さんさようなら。さようなら。というわけで、はい、なんか量言いたげですけど、ちょっと 1試合だけじゃちょっと自分の顔も潰れてしまってるところもあるので、はい、自分が悪いところもあるけどね自分が弱いところも正直あるんですけど、はい、あと1戦だけちょっと今回ちょっとこういうものを用意してまして、はい、なんですよ、なんか見たことあるな、それなんか見たことありますね。こういうチャンスタイムアニバーサリーチャンスタイム、チャンスタイムの、はい、目隠しというものをですね今回用意してますので、はい、はい、ということはバトルアワーの時の逆さプレイじゃないですか。そうですね、実質は今回この目隠しを使って PVP を都市としたいなと思ってます、はい、なるほど、これで待ったらもう待ってください待ってください、はい、お互い目隠しするよね。お互い目隠し、もちろんもちろんそれはならまださすがに片方だけ目隠しするのは意味がわからない、カオスになるんじゃないですか、ね、さすがに指がもう少し下ですとか実況で言ってしまうかもしれないですけど、はい、押し間違えるんじゃないのこれ普通に操作まあいろんな楽しみ方がねあるかと思うので、はい、間違えてアプリ落としちゃうんじゃないかっていうぐらいのそれはちょっとないようにしていただきたい。はい、え、マジっすか。じゃあつけて、それでパーティーは、パーティーはガチで、もう今回はガチなキャラクターで、ガチンコパーティーで、はい、ガチンコパーティーで、はい、まあ、さっきはねちょっと育ててないのとかが見えましたけども、はい、いや、まあ、ガチンコパーティーは仕上げてきてるいや、じゃあ仕上げてガチンコパーティーどうして屈指でガチンコパーティー、はい、ぜひやりましょう。じゃあでお願いいたします。やります、やりましょう。はい、じゃあ準備ができたので、準備はよろしいでしょうか。はい、じゃあ目隠しをしていただいて、キャラクターはさすがに目選ばせてくれないですか。キャラクターの選定からです。まあ、いや、それはそうですよ。え、そこからの選定からでしょ、それは。え、りょうもそのつもりじゃなかったんですか驚いてる。ふっかけた本人がすごい驚いてる。いや、それは目隠しやるならもう、いやいや、まあ、分かりましたよ、もう分かりました、もう大体記憶してるんで、普段使ってだってこの位置にこれがいるって分かる。あ、もう全然分かるわけでしょ、はい、押し間違えたら本当面白いな、これ。いや、これだと思うんだよなって言いながらちゃんとお勧めしてくださいね、はいはい、目隠しますね、じゃあ早速。ね、これすごい不安になるんだよチャンスタイムの時もそうだったんだけど何も見えないって本当に怖いからね、はい、これ音は聞こえてますよね。音は聞こえてます。イヤホン通じて音でそのね、どっちが攻撃してるとか、はい、何のキャラ自分が選んだのかこれ、もう進めちゃって大丈夫、はい、じゃあ多分このボタンが OK です。はい、今、音聞こえた。今大丈夫ですか、はい、僕こちらで最低限実況しますので ありがとうございます、はい
はい、マッチングキャラクター選定の音楽聞こえてるんですけれども、はい、カウント始めました。多分これえ、いやめちゃめちゃ上タップしてますよ今。よえ、あやばい、もうなんか押しすぎて今これが選択したのか解除したのかがわからなくなった。ちょっとトシさんはえ、これ待って、これ下手するとさキャラクター1体しか出ないパターンもあるんだよね。これでももう少し上ですね。え、いや、え、それ言っていいの？あ、いや、あの、そもそもキャラを選定できてないっていう。これできてますえ、言ってもらえないですかこれ。あ、今できてますよ、できてますよ、はい、出撃ボタンって、あ、でも今あの1体しか選べてないです。あ、それ言って、ちょっと待って、俺の状況も教えてほしいんだけど、トシさんは3体選べてます。あ、はい、OK、 じゃあもう準備完了。あ、リョウも3体選べましたね。はい、じゃあこれでなん、た今ので準備ボタンを押せたと思う。はい、でもあと3秒なんでもう入ります。あ、もうそもそも関係ない。はい、ということでお互い3体選出完了しました。音ってもう少し大きく今できます大丈夫ですか？あと2段階ぐらい開けてほしいです目隠しだからね、音が重要だよねはい、戦闘開始です。はい、ちゃんとベジータ出たのは分かるんですけど、はい、あのね、多分今、はいはいはい、これめっちゃ攻撃されてるこれキャラ交代って確かにキャラ交代。亮は自分何のキャラ使ってると思いますいや、もう全く音が聞こえないです僕。どうなってるんだ今、なんか倒した、もしかして。え、そう、え、でも音聞こえないですか？いや、聞こえてるんですけど、はい、なんかベジータが大活躍してくれてる気がいや、トシさんいいですよマジで。俺結構ね、いいですよ、音をすごい頼りにしてるんだ。え、的確に技とか出せてますこれはめっちゃ黙っちゃうんですけど、リョウそれってどういうことかっていうのをやっぱ考えた方がいいんですか？あ、え、待った、今絶対避けられましたよ僕の究極え、待って、音もまずさやばい、これメイヤデッキ使ったかすら分かんないんだけど、チェキンって音しますけどね。あ、いなんか食らってる、あ、いなんか食らってるいや、トシさん上手いですよ本当。はい、あれ変身した？指の位置とかが染み付いてるんでしょ。でも、あの同じキャラ使ってるかどうか分かんないですよねこれ正直、相手が使ったかもしれないですね、アビリティ。え、ちょっと、やばいやばいやばい、うわぁ当たってるめっちゃ殴られてるファイナルフラッシュの音が聞こえるぞ。惜しい惜しい、落ちなかったってことか。ちょっとヒント出しちゃいます。いや、全然、え、え、あれ、これどっちが勝ったと思います？俺じゃないの？絶対トシでしょ、これ。トシの勝利です。え、ちょっと待って、しかももう試合終了しちゃってるから展開が一切本当にわからない。わかんないんですけど、リョウ多分アーツカード1枚もしてないですね。そう、はい、アーツカード1枚もしてない。指の位置がもうずっと下で単発打撃の気弾を。トシさんは結構回避してその後アーツ下げ込んだりとか。はい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 。え、僕 の激怒悟空がやられた音だけ鮮明に聞こえる。そう、クソっつって。え、ちなみに俺ちゃんとベジータとゴジータと悟空出せてた？あのね、俺6体のうち、はいはい、ベジータが2人いるし、はいはいはい、悟空が2人いるし、はいはい、ゴジータ、ベジータと悟空の声重なってるし凄まじくね、分かんなかったんだけど、とりあえずビルスはいなかったんだろうなとは。いや、ビルスはいなかったですね。はい、ビルスはいなかったです。同じキャラが出た場合分かんないんですよね、これ。そう、自分が攻撃してるのか相手に攻撃されてるのか分かんなくて、相手の悟空を倒したんだろうなと思ったんだけれど、不安しかなかった。いや、でもトシさんはやっぱり指が位置感じありましたよ。いつも通りの位置でなんとなく、はい、リョウはなんか、はい、え、なんすか？ちょっとねえ、これちょっと公開するか。そのレベルですか？悩むレベルですね。はい、目隠しは私の勝利でございました。はい、皆さんももしよければやってみてください。これ無理してやんなくていいですよ。ぜひ皆さん特設サイトで楽しんでください。